加原智美、離婚した夫からの5億円慰謝料の支払いが止まる毎月数十万円の分割払いだった。二人は離婚時に弁護士を間に入れて慰謝料を支払う取り決めをしました。その額はなんと5億円で、毎月数十万円ずつの分割払い。支払いが遅れた場合には、残金を一括で支払うという誓約書も交わしています。ですが、この6月以降、振り込みが止まっているんです。そう話すのは、加原智美、48歳の古くからの知人だ。昨年5月、加原は当時の所属事務所、電源の社長、大野智弘氏、46歳、と離婚した。わずか9ヶ月で結婚生活にピリオドを打った理由は、大野氏に関する一連のスキャンダルだった。週刊文春2022年5月19日号が大野氏には加原が知らない結婚歴があり、子供が3人いることや、大野氏の前妻に対する DV 疑惑を報じたのだ。当初、加原さんは彼を必死にフォローしていました。しかし報道から4日後に一転、自身の YouTube で、私は騙されて結婚してしまった、などと心境を吐露。どうも、大野さんは加原さんにいろんな嘘をついていたようです。加原さんは仕事のギャラを大野さんから実際より少なく伝えられていたりと、金銭的な疑惑も大きかったとか。以来、加原さんは人間不信に陥り、ひどく落ち込んでいました。辛労で体調を崩した日もあったと言います。離婚に向けた手続きの中で進められたのが、冒頭にある慰謝料の取り決めだった。離婚に関する慰謝料は50万円から300万円が相場だという。加原の場合は、様々な条件が重なりこの金額になったようだが、それにしても5億円は巨額だ。振り込みがなかったため、6月に加原さんの弁護士が大野さんに連絡したところ、来月に大きな入金があるので7月に2ヶ月分支払います、と答えたそうです。ですが7月になっても支払いはなく、止まったまま。加原さんは、また嘘をつかれた、と肩を落としています。7月下旬のある日、本誌、女性セブンは加原を直撃したが、6月以降、慰謝料が支払われていないのは事実です。と弱々しく答えるのみ、方の大野氏に電話すると、支払う気持ちはもちろんあります。先方の弁護士さんと話し合いをする予定です。と主張した。毎月数十万円の分割払いで5億円を払い終えるのは、元夫婦の戦いは続く。